動画だよ、パーティーだよ、パーティーだよ、乾杯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 、食べよう食べよう食べて食べて、早く開けて開けて、いただきます。どれから開ける？あ、これ開いてる、だろうけどうちのなんだけど、だろうけどこっちこっち、おいかこっち、おいかね、いつ開けたんだよね。はい、自分で買ったから開けないで、うちが買った。食べたよ、食べたよ、食べてた。もう？うん。4枚食べたよね。ねえ、ねえ、食べた。ある時点でも食べてある。え？もちろんだよ。もちろんだよ。だってさ、え、マスケちゃんさ、わざと袋の中に戻した。みんなで食べるためにさ、開けたんでしょ。怖い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 。これだったら。このビニール袋から今これ出したの。え、ってこと、開けて食べて。戻して入れたの。ちなみに2回チャレンジしたよね。うん、うん、2回食べ、それさっき笑ったの、うん、それはまた別の忙しい2人だな。イエーイ、イエーイ、犯罪な。アイカと一緒にレオナのお菓子食べきる。もうこれしかない、ね、本当はさっきもね、犯罪映像だったの。分かっていくよ、さっきもね、半分以上あったんだけど勝手に全部空にするまで食べちゃったから、もうね、食べちょっとずつ食べてたらね、なんか気づいたらなくなっちゃった。本当は気づかれない程度に食べるつもりだったんだよ。だけど、グレーちゃん止まんなくて、これ辛いじゃん、うまい、もうバレるから、じゃあいそのことなかったことにしようって思って、ゴミ箱に捨てようと思って捨てまーす。ふたはい、ごちそうさまでした。レオナありがとう。ゴミ箱気づくかな。バイバイ、気づいたらカメラ回します。よく見たらねえ、ね、赤いポテトチップス美味しいよね。ねえ、ね、そうねえ、消えて、うちの赤いポテトチップスさっき染めたの。もうちょっと分けた、分けた、ごめんね、三民デブ同盟なのにポテチ同盟なの、ごめんね。美味しいか。久しぶりに食べたよね、ああいうパン屋の。うん、すごい初めてレベルで食べた。ね、なんかびっくりして、完食しちゃった。え、レオナのすぐ、え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 、ねえねえねえ、何の話、何の話、え、レオナ食べた、もしかして、何の話、レオナのなの、あれレオナのではないよね。違う、なんかテーブル、うちらは自分たちの食べただけ。ちゃうよ、やめてよ、勝手にそんな悪者扱いにするの、もうびっくり。今日は趣味趣向似てるんだよ、ひどい。え、なんでさ、なおのなんでここにさ、赤いポテトチップスのゴミがあるからってうちらのこと疑うの。ねえ、本当食べたの。知らないよ。本当食べたの。え、え、これどっから出したの。机の上にあったの。なんか机の上に置いてあった。え、でも名前書いてなかった。名前書いてなかった、中身も、一枚一枚にも名前、中身も書いてなかったから、じゃあこれ無記名、あ、いいやつなのかなって思って食べてみた。え、我慢してたんだよ、レオナこれ。我慢してたの。我慢してたんだ。なんで我慢したの。本当はね、昨日夜食べたかった、一人でも。でもやっぱり最近もうスカートないんだから我慢しようと思って、デブはダメだと思って、心を入れ替えたところだ。じゃあちょうどいいんじゃない。ちょうどよかったね。しかもももちにくれようとしてたなら、ももちねもらったやつを相方分けても、もう、ね、食べるのこれぐらい、これぐらいしか食べてないから。それは盛りすぎじゃない。それ盛りすぎて、本当に本当 に, そんなに食べてない。そこまでなかったよ最初から。半分、半分しかなかった。半分も食べてない、絶対に。え、でもってことは悪さね、ちょうどいいんだけど、ね、ちょうどいい量ずっと食べたから。悪さ、ゴミ箱にあることある。ただ食べたからゴミ捨てなきゃ、持ってきてたらお菓子が。違う、違うね、止まんなかったんだよね。そう、止められなくて3枚とか4枚だけだったの。なんか残り気づいて 3,4 枚になってたから、もう、もうじゃあ全部食べた方がいい。ちょ、もう、もう言わなければバレないよね。じゃあいっか、しょうがないね、止まんないのは分かる、分かるよ、しょうがない、しょうがない、ごめんね、ごめんね、許さないよ、そんな甘い声で言われたって。ごめん、買わせるからね。え、でもさ、うちにくれようとしてたの愛花に分けただけだからさ、うん、別に悪いことしてない。じゃあ一緒に食べようと思って。でもさ、レオナこれなんでしょ。そうだよ、スカートでも開けてるんだから。だからじゃあレオナのためを思って、結果的に太ってあげたの。そう、レオナの代わりに。
こっちも大変だよね、取っちゃって感謝してもう、いやいや本当にもう感謝感謝感謝してチロにもね。私は怒ってんの。取るんじゃねえよ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 。取るんじゃかわいいな。なんで出なかったの。めっちゃ良かったのに。何ができなかったの。あー、泣いてるー、いやー、泣いてるー、泣いてたじゃん、病院行ったのに、ワイカチャ失敗。俺らなお今なお来るんだから絶対にこの扉がね、本当に絶対次来る人だったら、いやこの扉だよ、本当に来る、これだよ、来るよ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 来る来るかな、来るかな、トキ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 、はい。行きたくない。視界に入れたくもない。視界入れたくないから、ちょっと距離空けちゃうんだからね。視界入れたから上向くんだからね。上向くんだ。上向くんだ。あ、でも入った。もう嫌だから潰しちゃうんだからね。あ、もう触りたくないんだから。顔は合わせれば喧嘩。何回目今日。はいつも卵焼きもったいないじゃん、うん、だってこれ買った方、自分で家で作った方が安いんだもん、うん、だから卵焼きのためは持ってんの、あのあれだよ、時間の方が大事かお金の方が大事かっていう価値観が、じゃあ夜作ればいいやん、その時間、それに時間を作るっていうことに時間をかけるか、もう時間を捨てて、ん、時間を大事にしてお金でもう高い方を買うか、5分やで卵焼きなんて、片付けも含めて5分でできると思う、あなんかさ飛び火してない。あれ、りょうなってうちの味方だったわけでもない、別にじゃあ買った方がいいわでしょ、ね、それはもう買った方がいい、無理だわ、お前らそれで和解すんなよ、畜生。ラッピングもして持ってきたの、ね、ラッピングもして保冷剤も入れて持ってきたのにロッカーに入れてきちゃった駅の。せっかく夜な夜な作ったのに欲しかった、ラッピング欲しかった、ラッピングまでしたのに。今どこにあるの、駅のロッカー。なんでそれ一番大事だ、なんで忘れちゃったの、ここにあると思ったんだよね、だってさ、急いでロッカーに入れなきゃいけなかったじゃん。ああ、そうね、遅刻してきたから。そしたら出てきちゃった、保冷剤も入れてきて、溶けないよね、保冷剤まで、溶けないから、溶けたら悲しいじゃん、アンパンマンが、うん、お腹痛くなってきたのか、こんな準備したのに、ストレスでお腹痛いもん。数日後、持ってき忘れた。使ったのにロッカーに、かわいそうに、うん、バイキンちょうだい、いいよ、バイキンがいいな、やったー、じゃあアンパンで、ありがとう、じゃあアンパンで、イエーイ、イエーイ、食え、食べして食え、ありがとう、楽しみにしてたよ、ね、食べたかった、やっと持って、全然持ってきてくれない、芝生の上で食べたかったね、芝生の上で食べたかった、アンパンもチョコクッキー、いる？うん、じゃあうちこれ欲しい、
炎症狙いね。ね、でも出ないかも、今日。あんまり出ない。ない。何出る気がする？ステッカーだな。いやでも炎症とか、これでもいい。ね、フィギュア欲しいよね。ステッカーあんの？え、次欲しいな。ステッカー買うの？ステッカーなんだ。あれも何？何かなの？泣かないよー。あ、何それ？ほらほらステッカー。こっちがいい。スマホに入れなよ。かわいい。スマホに入れなよ。こっちを使う。どれがいいの？これ、ね、あ、これ、どっちか。そっちがいいよね、絶対。お願い。あ、いけー。じゃん、じゃん。重さはどうですか？あー、軽い。バッチ？シールかな。あー、バッチな感じするな。バッチか。あ、上手。あ、バッチ、あ、かわいい、かわいい。待って、これかわいいです。これだ。それめっちゃかわいい。うん、かわいいね。猫ちゃん。バッチ、どこにつけたらいいの？Tシャツ。リハギの。まだステッカーの方が良かった。バッチでした。いいじゃん、バッチ。しかもニャンニャンの？ニャンニャン。みんなやろうよ。みんなやる？え、どれ狙いですか？え、でもこれも欲しい。これね、それ可愛いよね。でもチールも結構可愛かった。みんなバッチ以外が欲しいんだ。バッチ欲しい。バッチ可愛いけどね。え、バッチいいじゃん。つけられるじゃん。どっかにつける。バッグとかにつける。え、でもこれ押してこれがいいよ。ね、それ可愛い。いきます。どう？もういい？あ、でもバッチ、そう、チールではないことが確かに分かっちゃった。もうワンちゃんフィギュアじゃない？ギュッてね、押しかけて端と端ギュッてやるの。 あ、バッチさん。あ、どれどれどれ、ヨモヨモヨ、どれ、ね、やだ、ね、ね、お揃いの、ね、お揃い、ね、お揃いの、ね、じゃん。ほら、いいじゃん、よかったね。じゃあなんかつけようか、一緒に。狙いはどれですか？でもさ、え、バッチやっぱ可愛いじゃん。バッチもいっぱいあるしかも。バッチがいい、レオナ。バッチがいいんだ。バッチがいい人だ。そんな人いる？え、この愛してるシーンはめっちゃ可愛い。エイシオがいいし、バッチがいいな。また見つけたらやろ、別の場所で。あ、見つけたらね。あれ、じゃあ見つけたら。意外とない。カラス？あ、カラスここ。ちゃう？ね。エイシオなかったりして、こんな。重い？軽い？だって光ってないんだよね。重い。ガチャガチャ。え、フィギュアじゃない？映像だ。やったー。かわいい、かわいい。やったー。いいな。一番さ、これやっぱさ、あれだね。望んじゃダメなんだね。これ欲しい。レオナだけでは映像って言わなかったし。あげるよ。え、いいシールと交換した。もう愛。かわいい。乗って。おやつ。おやつもらっていいですか？ないよ。謙虚。もらっていいですか？鈍感ね。これはさすがに、さすがにおもろい。
最高じゃん。かわいい。あの TikTok 撮ろうと練習してるこの裏側の姿が可愛くて直せようって思ったんやけど、なんとこれ音楽使えんのちゃうかとレオナ気づきまして、でもね可愛いんで無音でのお届けとなります。あいかほら可愛いだろ。これねナオが撮ってくれてます。でね4人で練習してみんなで TikTok 撮って、ほらじゃん、公式 TikTok にこれ載ってますのでぜひ見てみてください。にモンスターアイドル入っててほしい。控えめ。ジェニー。嘘つけ。最近までさすがに人気だよね。言ってたのに。一がいいな。鼻噛んでんだよ。一位だろう。クロちゃんにプレゼント。クロちゃんにプレゼント。何？何これ？髪の毛？え？ももちが昨日切った髪の毛。怖い。ちょっと待って、それはびっくり。ジップロックに入れた。昨日こうやってめっちゃこねたの。髪の毛どっちも気持ちなんだよ。もうやばい、大事にしてポケットに入れた、やだ。あとジップロックに入れた時もうあいオフショットいかがでしたでしょうか。これが私たちの完全なる自然体素でございます。いつもなこんな感じなんじょ。さて5月26日から全国12カ所を回らせていただくモンスターベノムツアーが始まります。メンバー4人の出身地にも行かせていただきますし、こちら新体制初の全国ツアーということで各地のテイマーの皆さんにお会いできることをとっても楽しみにしています。皆さんぜひ遊びに来てね、待ってるよ。チャンネル登録